ようございます。ワッツアップ遊戯王のお時間です。本日も皆様よろしくお願いいたします。というわけでコメンテーターに田内さん来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや田内さん、夏真っ盛りですね。暑いですね。暑いです、本当にもう今年の夏はもう暑くてしょうがないですよ。ちなみに田内さんは山派ですか海派ですか、夏といえば。私は断然海派ですね、はい、いやというのもやっぱり海の方が拡張性があるじゃないですか。山というカードにはね、何らかの拡張性がないんですよ。海は当たるフィールド魔法の話じゃないです。いやちょっと棚橋さん、そういった意味では私は川派です。あ、どちらでもないですね。僕も川大好きですけど、す、本日もよろしくお願いいたします。というわけで本日は匂い特集です。先日とある発言が話題を呼びました。夏場の男性の匂いがきつすぎる、こちらの発言が賛否を呼びました。というわけで今回はカードショップではなく夏場の男性に向けたこちら発言となってますが、どうお考えですか。まあね、そのカードショップの匂いなど、私もカードショップで働いている身ですから、はい、何回かねこういうやってますけども、今回はこのカードショップを飛び出して、まあ、全体男性男の人はセクサイという向けた発言ですが、私は思うんですよ。この方ちょっと炎上しちゃったでしょ。そうですね、はい、これねカードショップに行ってれば炎上しなかったんじゃないかって私は思うんですよ。はい、言ったらカードショップっていうのは一年中匂いトラブルの温床となってるわけですよね。うん、だってもう何年も前からカードショップで勤めてる人たちのみならずカードショップを利用してる方もカードショップが臭いという件についてたびたび議論が行われては、そうですね、十何年前もう昔から言われてることですもんね、うん、ただその時にこのカードショップにいるやつ臭いんだよっていう発言の人たちは別に炎上はしてないですよね。確かにそうですね。だからやっぱこの方もね、はい、カードショップに行ってカードショップに行ってその本当の激臭、はい、本当の匂いを体感していればまた発言も、まあ、こんな事態には、うん、この事態にもなんなかった発言も、はい、もしかしたら変わったかもしれないし、はい、まあ、どうなってたか分からないですけどね、はい、カードショップに行ってればもうちょっとその後押しとかも来たかもしれませんからね。カードショップは本当に臭いんでね。いや、これは夏のみならず臭い、わかりますよね。もう一年中ですね、もう春夏秋冬で臭いですね。夏は今のこのシーズンは、はい、特にね酸っぱい匂いの中に、はい、ガンガンの冷房 で、はい、でこの冷や酸っぱいんですよね。そうなんですよ。冷や酸っぱいのが来て、あの私先日カードショップ行きまして、へーへー、あの、はい、16人規模の大会に参加させていただきまして、ショップですか。まあ、結構なかなかでもあのカードゲームの大会をする場所は広かったんです。ああそうですか。でやっぱ夏場ですからこうエアコンの風が、まあ、結構冷ために来るんですけども、はい、やっぱその匂いにこう流れて、そこから寒さとこの嫌な匂いがツーンと強く来て、一緒にいた友達も臭いねって。でもその友達もひょっとしたらその友達から匂いが来てるんじゃないか。友達もカードをやりになられてる、もちろん弱臭いのかもしれませんね、はい、そうですね、その時点でね、はい、だから結局カードショップにいる私たちも、私も臭いかもしれない、はい、あなたも臭いかもしれない、私もそうですね。だからカードショップでは全て全員が臭いかもしれない、そうやって考えるのよ。だからやっぱあの方もカードショップに行けば見え方も変わってきたのかもしれませんね。そうですね。カードショップは夏場だけじゃないけど冬も臭い、そこ勘違いされてる方が多いですかね。夏だけ臭いんでしょっ て、 言ってね、はい、違いますから ね、 だからその匂いとかっていうのにこの今ね本当に SNS 発言っていうのは本当にね、はい、どうなるか分かりませんから。冬とかが一番臭いっていう可能性もありますからね。あります、あります。汗が出ないっていう匂いと、はい、汗が出ないっていうことで風呂入れない方も増えますから、はい、あ、そうなんです。なるほど。夏は逆に汗かくからね、シャワーは1回くらい浴びますからね。最悪そうですね。最悪そうなんですよ。最悪そうなんですよ。冬は汗かかないからもう入らないですよ。冬は入らなくていいですからね。夏は本当に最悪。夏は最悪ね。すっきりしたい。最悪すっきりしたいですから。すっきりしたい時にはまあ水を浴びると。まあ、だからあの方もね、ぜひ体感初心に、などうなんだろうな、行ってないのかな、カードショップにね。いや、行ってないと思いますけどね。カードショップに行ってまたね、あの方とはお会いしたいですね。なるほど。ありがとうございます。というわけで本日は匂いの専門家田辺さんにお越しいただきました。本日はよろしくお願いいたします。お願いします。お願いいたします。
あのお聞きしたところ、はい、あのとある番組のオファーが来たとお聞きしましたが、実は来てました。なるほど、はい、どういった番組のオファー？あ、まあ、何かこう、まあ、真面目な、まあ、はい、番組で、まあ、そのオファーというか連絡が X の方にまず DM で、はい、そちら番組サイトの方から今匂いに悩んでる方を探していますというご連絡を受けまして、はい、まあいろいろお話をして、で番組の方 と、じゃあちょっとこう通話で打ち合わせをというわけで、はい、まあ匂いに今田辺さんのその動画とか見て臭いということで、はい、っていうことで、何かこう悩んでることとかありますかって聞かれたので、あ、いや別に、いやもう臭いとは言われてますけど、はい、その悩んでる、まあ、悩んだら、まあ、それいい匂いにはなりたいですねみたいなことは言いました、はい、あ、そしたら何かこう、そうですか、臭くてでこう本当に嫌なこととか、はい、もうどうしたってそのね匂いをどうにかしよくしたいのに何か嫌なことを言われたとか、そういうトラブルはありますか、はい、と言われたんですよ、はい、そういう方を探してるみたいな。あ、なるほど。その時に私は、あ、いや、その別に私その匂い臭いとは言われますけど、自分でなんか大きく直そうとかしてないですね。はい、そのいじめられたりも、その臭いってのでいじめられてもないし、はい、そのうわ臭いよって言われてもうるせえよ、そう風呂入ってないからだろみたいなことで今までやってきたんで、というお話をしたんですよ。悩んでないっていうことですね。まあだからその、悩んでないというか、はい、でその一応通話で、あ、そうですかと、先方の方と一応通話 の、 その打ち合わせが終わりまして、はい、で結果がね、その番組のオファーはなし、今回はちょっとなし、あ、なしになってしまったんですか。はい、まあ、その理由としましてが、はい、あ、私がその臭い匂いをポップに捉えてしまっている、はい、私あのポップに捉えちゃってるんです、はい、なるほど。普通にけ、はい、で臭いと匂いって言われたらもうすごい嫌な気持ちになりますよね。言う人も言われる方も、はい、そうですね、はい、ただ私はそ、いやそんなわけねえだろみたいなねとか、はい、あとはそのいや、じゃあ どうにかしろよ、そのなんかどっか行けとかって言っても、はい、別にその日お風呂入ってないから臭いとかなんで、そのシリアスな匂いじゃないんですよね。どうしても匂いが取れないとかじゃなくて、はい、自分の怠惰が引き起こしている匂いなんで、それで人とか入れば解決できる、はい、可能性があるものですもんね、はいはい、それでだから人に臭いとか言われても、はい、その落ち込む方が意味わかんないし、一回も落ち込んだことは、だってその臭いから、それは臭いって言われるよなっていうことをお話ししたら、私はポップに匂いを捉えてるそうで、で番組をちょっと軽く拝見したら、本当に匂いと向き合ってる方が出てたので、はい、ああ自分でなくてよかったなって、それは良かったかもしれないですね、はいはい、どうしてもポップに捉えちゃいますからね。いやでもあのすごいやっぱ田辺さんは本当臭いんで、いやまあまあまたまたね、この距離からこう脇からこの匂いがちょっと風に流れて、言うてですよ、まあ、だ言いましたけどね、私はその、はい、いや私その体臭匂いよりも、はい、あの口臭の方が臭いですよってその番組の担当の方に言ったんですよ、はい、それはちょっと違うみたいで、それはあの話がはもうだって変わってきますもんね。いやでもなんかどうにかね、口の話は一切だって口の話でもやっぱり匂いではありますけど、はい、口はね私は本気で悩みましたよ、ね、口はちゃんと磨いたりはまあ、磨いたりして、まあでも浅めにね磨いてた、なんかみんな5分くらい磨くのに私30秒くらいで歯磨きって言ってたんでね、はい、そういうのもあったんでしょうね。これでも口臭いって言われても田辺さんは傷つくことはこれもないと。まあそれもポップにね捉えてたんでね、私匂いポップに捉えてたみたいで、臭いっていうのはもう別に悪いことだとは一切田辺さんは思ってない。何言ってんだよってね、みんな臭いだろってね、そういう冗談っていう解釈もちょっと入れてた。いや冗談っていうかね、はい、いやそれ臭いだろっていうのもありますよ、当然だろ、はいはいはい、俺が臭くて当然だ、はいはい、何言ってんだお前はっていう、みんなも臭いだろうってね、はい、あなたも臭いですから。あ、いやもういやもう田辺さんにはもうかなわないです、本当に臭いですから。いやいやでももう、はい、本当そういうのって聞いた方がいいですよ。でもあなたも今ポップに取られてるんですからね。あ、いやあの今あなたもポップというか、まあそんなに臭くないんで、あなた全然臭いです、はい、やっぱ臭い、今もやっぱ臭いんでこう流れてる。いやまあそうです、だからお互い臭いですよっていう話です。あ、いや僕はあんまりそんな、はい、多分そんなだと思います。まあだからそれがポップに捉えて、匂いは多分汗かいてすると思うんですけど、だからもう中さまも合格ですね、はい、もうポップに捉えてるんで、はい、肉臭いです、はい、ね、というわけで本日は匂い問題特集していきましたが、うん、我々もやはり匂いについてはちゃんと深く考えないといけないですね。そうですね、
まあ、私たち私自身も匂いを気をつけないといけないなと思いました。やはり田辺さんのように少々ポップに捉えすぎるのはあまり良くないのかな。カードショップの匂いもこう改善していかなければいけないですね。そうですね。続いてのニュースです。遊戯王のトラップカードがバスタオルになりました。魔法カード発動、強制チャンネル登録。ライフポイント4000払いチャンネル登録をさせる。1345678911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 1